日本の国旗をイメージして作られてると言われてます。日本の国旗をイメージして作られてると言われてます。どうも、ガバリです。どうも、デルピロ医者です。よろしくお願いします。さあ、今日も紹介していきましょう。今日紹介するスニーカーはこちら。お、デント。お、去年か一昨年連発されたスニーカーでございますね。おお。はい、いきます。何でしょう。いきましょう。デント。茶色い紙でね。おお。よいしょ。はい。お、デント。はい。今日はここでは初めての紹介になりますかね。おジョーダン12です。イエーイ、そんなんでいいのかジョーダン12、ザ・マスターですね。はい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 。じゃあまずこのジョーダン12なんですけど、はい、なんでザ・マスターっていうのかっていう話ね。はいはい。でこれね、ちゃんとね、入ってんすよね。確かあったよあったよ、ガバリ君、はい、ジョーダンのポストカードっていうのかな。あー、はい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 。ポストカードになるんですけど、はい、見えるかな。これ12が当時12出た時にこのポスターがあったのよ。へえ、全く同じ、はいはい、ジョーダンがドリブルしてる、はいはい、でこれに、うん、ここ見たら分かると思うけど、ザ・マスターって書いてあるのよ。はあ、そう、うんうんうん、でこれと全く同じポスターがあったはずなのね。はあ、で見て分かる通り、うんうん、白黒じゃないですか。はいはい。でジョーダン黒いですよね。うん、でこのポスターをイメージして作られたのがこいつ、ザ・マスター。へえ、っていうことなんですよ。なるほど。そう、このポスターがあったはずなの、確か、うんうんうん、記憶が正しければ。でジョーダン12って結構人気なかったんだけど、はい、こいつだけは結構速乾だったね。ああ、はいはい、まあ、黒ベースってこともあったと思うんだけど、うんうんうん、でまあ金、トップ金になってて、まあ、合わせやすいっすよね。はい、高級感もありますしね。そうなんです。黒に金ってちょっとね、そうなんです。そのいい感じな 色合いというか、はい、で、こいつのすごいところはまず、デザイン性ね、はい、で知ってる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、うん、これは、まあ、僕が知ってる文献ではですね、はい、日本の国旗をイメージして作られてると言われてます。へえ、マジですか。そうなんですよ。でちょっと黒いからわかんないですけど、この放射状に、うん、あ、流れ、あの線が、あの縫い目が出てますよね。はいはい、あります。こう、これが、うん、昔暴走族とかがさ、あ、バイクでさ、はいはい、日照からっていうのかな。あ、はいはいはい、ここから太陽からこうバーってなって、あ、はいはい、そう、あれをイメージで作られてるって言われてます。へー、そうなんですよ。で当時、うんうん、これジャパニーズフラッグ、イメージジャパニーズフラッグって出てて、はいはい、で日照からでしょ、はい、だから海飛び越えた、うん、国の北の国の人だから、うん、結構ね反発があったスニーカーだったんですよ。へー、確かすごっ。そうそうそう、本当にだからちょっとなんか物言いが来てたらしいんですよ、どうやら。でさらに言うと、おうおう、1996年にジョーダンが日本に初めて来日してるわけですよ。おうおうおう。でその時横浜アリーナだったかな、おうおう、だと思うんですけど、おうおう、そこでジョーダンが履いてた靴が12なんですよ。へぇ、そう。で、その当時はまだ12はお披露目されてなかった。うんうんうん、で11の前なわけよ、うんうんうん。オフシーズンだから。うん、で、ジョーダン何履いてんのかなってみんな気になってたわけよ。うんうん、で、ジョーダンの靴を、足元を見たら、うん、なんだあれってみんななったの、はいはい。みんな12知らないから。ああ、なるほど。その当時は。はいはいはい。で、何あの靴、あの靴ってみんななってて、うん、シーズン始まる前にお披露目。おー、あ、12回と、あれが。なるほど。なったのよ、本当に。へぇ、一般的にこう情報が入ってないから、そうなんだあれはってなってたけど、そうちょうど何の草あれと思って、おうおうおう、みんなになってて、はい、そしたら始まってみたら12だって。はぁ、そうなんだ。そうそう、さらに言えば、はい、これはナイキから出てるんですけど、うん、ナイキから出てないんですよ。え、どういうことですか、これ。うん、ナイキからジョーダンが独立してるじゃないですか、ジョーダンブランドとして。はいはいはい、はい、でジョーダンブランドとして独立して最初に出した靴がジョーダン12。へえ、そうなんですよ。だから、うん、ジョーダンブランドとしての一発目の靴がこの子なんですよ。へえ、まあ一応ナイキからは出てるんですけど、うんうんうん、でも今まではナイキからジョーダンが出てたんだけど、ジョーダンブランドとして独立して出したのはこの子が初めてなんで、こっからジョーダンブランドなんですよ。へえ、今はもうナイキがあって、ジョーダンがあって、そう、ジョーダンブランド。だから、
ナイキはジョーダンの靴を、まあ、復刻として出すためには、はい、ジョーダンの版権が必要なの。ジョーダンに一応ちゃんと許可取んないと出せないから。はあ。あ、そうなんですか。そう。特に復刻は。はいはい。なるほどね。そうだからかなりこの服はね、うん、その当時ではもう衝撃的な靴だったの、うんうん、なるほど。初ジョーダンブランドの靴だから。そう、初ジョーダンブランドだし、うん、初日本上陸だし。はいはいはい。そうなんですよ。で、日本国旗をイメージしてるって言われてるし、すごいんですよ。すごい、このステッチが本当に一生期って言われてる。そうなんですよ。ボスね、旧社会の人とかもヘルメットとかによくこう入ってる。そう、あれをイメージしてるって。どこで見たんだろうね。へー、本当よ。で、これ一応ね、ちゃんとそのジョーダン12 is designed by Japanese flag って書いてある文献があるんですよ。へえ。そう、ここで、あの、後々ね、紹介させていただこうと思うんですけど、うん、ちょっとね、嘘ではないので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。で、今日ね、紹介させていただいたのは、ジョーダン12のザ・マスターでした。以上です。どーん。